皆様おはようございます。11月の16日午前10時8分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日火曜日の第1部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、今ビットコイン様が、仮想通貨全体がね、下落下落下落という基調になっておりまして、ちょっとね、フリーザ様のデスボールがチュドーンっていう風にね、発動されようされそうになっているわけでございますけれども、なんとかね、持ちこたえていただきたいところでございますけれども、ちょっとごめんなさいね、先にチャート見てみましょうかね。なんとかギリギリ、なんとかギリギリ、はい、持ちこたえているような状況でございますけれども、こちらは後で、チャート分析で見ていきましょう。で、今日はね、第1部ちょっと収録時間が早いんでございますけれども、この後ね、11時過ぎからちょっと私ね、仕事の絡みがございますので、ちょっと収録時間を早めに、それがこれこの収録が終わってからね、仕事の方にちょっと、向かっていこうかなというふうに思っておりますので、ごめんなさい、ちょっと収録時間が早いでございます。で、今日の内容なんでございますけれども、もう早速ね、内容の方に入っていきたいと思いますけれども、まずは重要ニュースがオミツマングローブ様ございます。オミツマングローブ様ございますので、こちらはね、要チェックでお願いいたします。そしてチャート分析がビットコイン、イーサリアム、そしてリップルですね、リップル。そして柄を見ていきましょう。柄、コインベース上場がありましたかね、柄ですね。そして最後締めくるのはアクシーインフィニティ AXS を見ていきたいと思いますので、皆様、火曜日のビットマン TV の第1部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグお願いいたします。行きます。行っちゃいます。またね、現物としては買い場がね、出てきたんじゃないかなという形にね、出てくるんじゃないかなという感じになってきておりますので、一応ね、テザーとか、ああいったまあ動かせる現金がある方であればね、またこれ、上昇を見越しての、あちらでございますよ。仕込みのね、通貨がちらほら出てくるような、様相にはなってくるんじゃないかな、というふうに思っておりますので、ここでね、やっぱり楽しめる人間でないと、なかなか相場ではね、生きて、いくのが辛くなってきますからね、ご自身自体がですよ。やっぱり下げてこられると、もう精神的に毎回ほら、わかりますよね。痛いというふうになる方も多分今はいるとは思うんでございますけれども、やっぱりこれをね、後々、下落でやっぱり喜べる相場師になっていかないと、なかなか10年っていう長い、10年以上というね、長いスパンでこの仮想通貨業界で生き残っていくっていうのは、逆にこうストレスがめちゃくちゃ溜まるようなね、形になる可能性も当然ありますし、やっぱり、仮想通貨自体のね、ボラティリティがやっぱり結構激しいので、まあぶっちゃけた話、今の価格レベルでの1万ドル下落っていうのはね、やっぱり念頭には置いておかないといけないかなと思っております。1万ドル以上の OK ですか。ですから直近で言うと史上最高値6万9000ドルをつけてきましたけれども、そういった意味で言うと5万9000ドルぐらいまでの落ちっていうのは、もうこれね、大暴落とかいうレベルじゃないと思うんですよ。ただ単に普通の、まあ、ちょっとした下落かなとか、本当に調整の範囲内の話になる可能性が当然もう今なっておりますし、むしろ、これ前も言いましたけれども、わかりますよね、2万ドルにおける1万ドル下落っていうのはもう 50% 下落ですよ。OK ですか。ですけれども、7万ドルね、史上最高値7万ドルにおける1万ドル下落って言ったら、そんな 50% 下落とかそんなものもありませんから、50% 下落で言ったらね、3万5000ドルぐらい落ちないと 50% 下落にはなりませんので、そういった意味を考えるとね、10%、12、3% 下落っていう、14、5% 下落っていうことでございましょうか。7万ドルに対する1万ドル下落っていうのはね、14、5% 下落っていうことでございましょうから、まあ今までのね、流れからいくと、10% から 20% ぐらいの、下落っていうのは、たまにはね、普通にありましたので、大幅下落という形でね。ですから、そういった意味でも、もう7万ドルを史上最高値つけてきた状態での1万ドル下落っていうのは、もうそこまで大暴落というわけでもないんだなーっていう認識をちょっとしていかないとね、なかなか、ダメかなというか、意識をしておくべきでしょうということでね、そこはよろしくお願いいたします。はい。ですから、まあこれぐらいのね、ボラティリティの激しい動きを、やっぱり仮想通貨業界っていうのは今後もまだまだしていくようなね、様相になります。で、それがあるから逆に言うと稼げるっていう、風な話になりますからね。ボラティリティが激しくないと、やっぱり莫大なお金を稼ぐっていうのはなかなか難しいことかなとも思いますし、ボラティリティが激しいからこそね、稼げる部分も、資産がもうみるみるうちにガチガチね、増えていくっていう状況にも多分ならないと思うんですよ。ボラティリティが激しくないとね。だからそういった意味も、まあ、陰の陽、陽の、性質も持ち合わせているが、しかし陰の性質もね、持ち合わせているというのが、まあ、当然ボラティリティの激しさということでございましょうから、やっぱり美味しい蜜をね、吸うためには、わかりますよね、美味しい蜜をチュー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 って吸うためには、
やっぱりこういった下落に備えてね、うん、資金管理をやっぱりしっかりしていくべき。そして下落してきた時に、ちゃんと、うん、仕込めるように、そのプール資金をね、ちゃんと普段から意識をしておくべき。それが、意識できている方であれば、やっぱり下落、うん、まあ暴落、ここら辺関係ですよね。ここら辺はある意味喜べるようなね、相場あし、まあ、いわゆる投資家にね、なれるんじゃないのかなというふうに感じておりますので、ここは意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、なかなか難しいですけれどもね、手元にある現金をやっぱり、うん、全部今ね注目しているものにこうグッと全て入れていきたいっていうのは、これは人間の、うん、心理としてはやっぱりこう欲としてはね当然あるものでございましょうけれども、やっぱりここでいかにね我慢ができるか、もう相場イコール我慢ですから、本当に皆さん、うん、我慢なんですよ。我慢ができる相場師っていうのはやっぱりチャンスをねものにできる相場師のまあ、当然一人でございますので、わかりますよね、こうというふうにこう落ちてきている時にね、仕込めるっていう相場師、投資家の方々はやっぱ落ちてきた時に仕込んでいって、それを反発して上げていった時にちゃんと利確をしていく。でまた、資金を増やしていく。例えば自分が入れた分を、利確するだけでもいいんですよ。うん、それでもいいでしょ。だって、買ってね上がってきましたと。で、自分が入れた資金だけを利確して抜いていく。うん。これでも、だって買ったコインに関しては残っているわけですから。うん、残っているわけでしょ。うん。ですから、それでもいいと。資産が増えているという状態になっておりますからね。ただ、いかに、この現金を手元に動かせるお金を手元に置いておけるかっていう勝負にも、やっぱりなってきますから、ここは意識をしておきましょうよ。OK ですか？ですから、下落でね、ぐーっと心が痛いなーってずーっともしかしたら思っている方がもしかしたらいるかもしれません。で、上がってきた時は高揚感で、うわ、来た来たってなる方も当然いっぱいいると思います。ですけども、下落の時に喜べる相場師になっていかないとダメなんだなっていうのを徐々にシフトチェンジしていってね、意識をでございますよ。そうすれば、必ず5年から10年先っていうのは必ず皆さんのその意識が花開く時が必ず来ますからね。 OK でございましょうか。ここを一応念頭に置いてビットマン TV 号にね乗船をされている方は、リスク管理そこら辺も含めてねしっかりしていきましょうということでよろしくお願いします。とにかく手元に持っている現金を全てぶち込むっていうことは控えた方がいいですよっていうのをちょっとアドバイスとしてね言わさせてください。よろしくお願いいたします。まあ、ねあまりこう言い過ぎるのもあれですよね。私のお金ではないのでね、皆さんが一生懸命お仕事で稼いで、うん、まあ、手元にこうね、残している、投資として使おうとしているお金でございますから、あまり深くはね突っ込んでぐんぐんぐんとこうね絶対そうしてくださいよとは言えないんでございますけれども、やっぱりこう、うん、嫌になるっていう精神的にストレスがかかるような、やり取りトレードをするっていうのが一番やっぱり良くないので、これはある意味昼間の仕事とかにも影響が出てきたりする可能性があるでしょう。わかりますよね、それって。うん、だから普段の生活がうまりよりよく回っていかなくなってしまう可能性もやっぱりあるんですよね。すべてぶち込んでしまって落ちてきたらもう精神的に痛いと、昼間の仕事もなんか身に入らないみたいな風になる方もいると思うので、やっぱりそういったところをね、うん、なるべく排除していく、そういった危険性をなるべく排除していくためにはさっき言った、うん、アドバイスっていうのが一つ一番効くのかなというふうには思いますので、ここはね、意識の中に、パチリと収納ねしておいてください。とにかく下落で楽しめる、下落で喜べる、下落で仕込めるっていうね相場師になることを目指していきましょうよ。よろしくお願いいたします。その際にはやっぱりね上がってきた時に対するちゃんとした利確であるとか、やっぱりそういった意味、うん、利確がちゃんとできる人っていうのはある意味入る時にも入った直後ね、まあ入った後ぐらいにちゃんと出口戦略っていうのは自分のシナリオとしては考えている方で、そこに対してきちんと乗っかっていける方っていうのが、いわゆるちゃんとねそこに対するトレードをしっかり締めクローズできるっていう方でございましょうからね。やっぱりある程度こう入ったら入ったで入れば、長期保有目的であればいいと思うんですよ。もう長期保有目的も本当に超長期保有目的だったら、もう購入して、もうどんだけ下がろうがもういいわ、そのままほたっとこうわとね。あとはウォレットに入れとこうとも、そういう方でいいと思うんでございますけども、例えば、長期保有目的ではなくて中期とか短期とかの場合はね、やっぱりここは出口戦略っていうのをしっかり考えていかないといけないので、やっぱりほら、当然そうでしょ、ロングで入っていくんであれば、価格の上昇を見越してロングで入れるわけですから、その価格の上昇を見越したラインにちゃんと到達したら、やっぱりここは欲に負けずにちゃんと自分のシナリオ通りに利確をしていく。でそこから自分のシナリオを自分が想定したシナリオ通りにねいかない、例えばそこからさらに金額がバンと上がったとしても、それはそれです、それはそれ、そこで欲に負けてね、あーもうちょっと上げていこう、もうちょっと上げていこう、利確ポイントもうちょっと上げていこうってなった時にいきなり天井でチュドーンと落とされていくんでございますよ。ここで焦ってバーンってやっちゃうと、またそこからねわけわかんない動きになっちゃったりしますので、やっぱりある程度出口戦略っていうのを考えていくのは重要でございますよと。確かに利確ポイントをね上げることもあります。ですけれども、やっぱり自分が初め設定していた想定していたところに差し掛かったら、やっぱり少なからず原資は抜いていくとかね、そういった形でございます。はい、でちょっとは残しておこうかなみたいな感じでちょっと意識を変えていく時もありますけれども、全てをバーを全部バーンって引き上げようかなってことは私自身はしません。もう自分が設定をしていたその出口戦略に引っかかった時は、そ
そっから上がりそうな感じであったとしても、やっぱり、うん、理学という作業は、全理学しようかなと思っていた場合でも、やっぱり部分理学というね、戦略の方に切り替えて、だから、理学を全くしないという状態にはさせませんよということでございます。ちょっと、理学をする数量を落とすかもしれませんけれども、そこのバランスを必ずね、見ていく。ただ、やっぱりしっかりと、うん、そこも含めての想定ですから、もしここまで上がってきたらどうしようかなと、そこを抜けていけばここまで上がってくる可能性があるのと、あるよなと。だったんなら、もしここまで来たら全理学ではなくて一部分理学にすり替えてもいいかなっていうのを出口戦略として想定して話をしておりますから、何の迷いもなく躊躇もなくね、理学ができるということでございます。OK でございましょうか。よろしくお願いいたします。はい。まあね、なかなかね、出口戦略っていうのを見つけるのも、うん、やっぱり欲との戦いですからね、難しい側面はあると思いますけれども、やっぱり利益を、うん、ちゃんと確保していく。今皆さんがもしね、欲として入れているんであれば、例えば FX とかをやっているんであれば、それは、うん、見せかけだけのデータ上のお金でございますから、OK ですか？ちゃんとそれを利確して、出金してこその相場で稼いだという一連の流れになりますから、やっぱりそこまで想定してね、うん、ちゃんと利確をして、例えば家族みんなをね、焼肉に食べに一緒にみんなで行こうとか、うん、例えば、ご自宅のね、奥様に、うん、何かこう、クリスマスが近いので、何か買ってあげようかなとか、そういったところを念頭に置いておけば、うん、欲にはある意味打ち勝てます。うん、そういった、それは一つありますね。私もそれは、初めの方はやっぱり、みんな、そうなんですよ。利確がなかなか難しいなと思ってね、やっぱ欲に負けてしまうなっていうところもあったんですけど、やっぱり理学をした後のことを考えた場合に、やっぱ、うん、それ一つね、おすすめですよ。うん。理学をした後に、こういうことをこれ稼いだ時にやろうっていうふうにね、やっぱりある程度想定しておけば、うん、それがね、やっぱりこう、わかりますよね。自分の気持ちのブレーキとなってね、ブレーキと言いましょうか。やっぱり欲に打ち勝てる、一つの材料になりますから、そういった意味でもね、奥様に何か買ってあげようとか、子供にね、何かこう、美味しいものを一緒にみんなで食べに行きたいなとか、この、今回のこの持っているトレードのこの玉で、みたいなね、感じで、こう、ある意味一つ目標をね、定めておけば、上がってきた時には、躊躇なく利確がね、できるという形になるでございましょうから、うん、ここはね、一つおすすめでございますので、よろしくお願いいたします。はい。とにかく、初めに冒頭でも言いましたけれども、相場というのは、我慢の連続、我慢をしていけば、その先に本当に、うん、天国のようなね、いい景色が広がっていますよっていうのは、一つね、お伝えさせてください。よろしくお願いいたしますよ。はい。で、利確できた時に、そこから、まあ、ある意味解放されるみたいな感じでございましょうかね。特に短期ものに関してはね、よろしくお願いいたします。はい。それでは、ちょっと前置きがね、ちょっと長くなってしまいましたけれども、まずは今日の重要ニュースいってみましょう。ちょっとサクサクいきますね。いきまーす。あ、こちら昨日見ましたね。はい、いきましょう。はい。こちらニュースで上がってきておりましたけれども、ビットコイン、谷ということでね、行きましょう。ビットコイン、情けない展開に何どういうことと、週明け買い上げ不発で月末まで売りが続くんじゃないかなということで、一応ね、このコラム的なものを書いている方が挙げておりました。行きますよ。ビットコインの11月16日の動きは、日本時間の立ち上がりに上昇するも、ニューヨーク時間に売られる情けない展開になりましたと。で、日本勢は自分たちで相場を作る気概がなく、はい、中途半端な買い上げで、ヨーロッパ、ニューヨーク勢に回すため、はい、今回もね、週明けの日本時間が直近高値になる下落相場でよく見られる展開になりましたということですね。ちょっと嫌な感じ、アジア時間が頑張ってくれないとね、やっぱりもう全世界でね、やっぱりこう、うん、動きまくっておりますので、ヨーロッパ地区であるとか、アメリカ地区であるとか、アジア地区であるとかね、そういったところで、各々の地区でやっぱり頑張って、ぐんぐんで上がってくれればね、最高の展開が待っているんでございますけども、日本勢が弱いということで、いきましょう。うん、上から下に。はい。11月15日の午前7時、734万円で推移していたビットコイン、うん、先物市場が開いた後によく見られる日本勢のね、週明け買い上げが発生しますと、まあこれはね、上がってきましたよ。で、週明け買い上げで短期レジスタンスをブレイクし、$66,000付近をねブレイクした形になったかな。で、午前9時には753万円、そして午後6時には、755万円まで上昇をするも、$66,200ぐらいまで上がってきてましたもんね。はい、上昇するも、最高値を目指さない素人感が残る買い上げ方ですと。で、本番のニューヨーク時間に入ると、案の定売りに出されて、はい、16日午前6時には725万円まで下落と。で、その後、午前7時現在は728万円で推移する展開でございます。ということでございますね。はい、で、日本時間あるあるの、週明け買い上げ、今月は軟調と。いきますよ。今回、週明けの先物市場がね、開いた後、買いが強まり、本番のニューヨーク時間にね、下落する軟調な相場で、下落展開あるあるな、見られる動きになりましたと。で、日本勢は少し下がると、
反射的にね強気になるも、自分で自分たちでね相場を作るまあ気がありませんということですね。でそのため日本時間に中途半端な買い上げが発生しでございましたが、ヨーロッパニューヨーク時間に綺麗に売られる展開は下落相場でよく見られる動き、もういわゆるねもう言い方悪いですけど餌になってるみたいな感じでございましょうか。ここはねやっぱりあの買い上げで力強さが出てきて、さらにその上のもう一段高いところを目指していくような動きが出てくれば、やっぱり、うん、アメリカ様たちもね置いていかれたらまずいと、やっぱりここはさらに勢いをつけて、うん、ね、買い上げをしていかないといけないという意識になりますから、やっぱり、うん、中途半端に上げてくると逆にあここ売りチャンスやんって言ってわかりますよね。売りが売りを呼んでくるっていう形にもなりますから、やっぱり頑張って上げていただきたいということでございましょう。はい、でいきますよ。はい、この動きで今週ではなく下手をすると月末近くまで売られ続ける可能性が出てきました。これはちょっと嫌ですよね。やっぱり上がってきてほしい、なんとか粘ってきてほしいです。6万ドル以上では、うん、で今週は週 前半より後半、うん、来週の方がアノマリー的に下落しやすくなり、特にね注意が必要そうですということでございますね。で、まあ、一応読んでおきましょうかね。本日のサポートは、はい、短期レジスタンス中期レジスタンスともに720万円付近とね、ブレイクのピンチから始まりますということですね。はい、でまずはこれ以上下げないことが重要、うん、レジスタンスは再び760万円の位置に短期レジスタンスが発生をしておりまして、深夜にね大きく切り下がりますと。で日付が変わった後に大きな上昇がねできるかに注目をしましょうということで、まあとにかくねちょっとこうアジア時間でやっぱり頑張ってほしいなというふうに思っております。うん、ですからやっぱりこうねアジアの例えば香港であるとか、うん、まあそういったね、ところのお金持ちのね超絶お金持ちの方々がねバチッと上げてね買い上げてくれないかなというふうにね期待を寄せているわけでございますけれども、ちょっとこうねニュース的にはちょっと弱いですよっていうのが入ってきておりますので、ここはね一応注意をしておきましょう。で次に行きましょう。はい、次のニュースでございます。行きます、行っちゃいます。はい、ビットコインは6万6000ドルの高値から下落と。うん、上のちょっとね707万円つけてますのでちょっと嫌な感じですね。ビットコインはごめんなさいね、6万6000ドルの高値から下落、うん、テスラ株下落に引きずられたんじゃないかというニュースが上がってきております。いきますよ。ビットコインはアメリカ市場が週末にね急騰した後に、うん、調整され6万5000ドルがサポートとして試されたと。守りきれなかったですねこれがね、うん、でアナリストはビットコイン価格のポジティブな見通しをでも維持していると。いきましょう。コインテレグラフマーケットプロとトレーディングビューのデータによると、いいですか、ドル建てビットコインは6万6000ドルを超える高値をねつけた後、うん、夜間の上昇分の一部を戻しているということですね。で最近のパターンとは異なり、いいですか、ドル建てのビットコインはウォール街での取引開始時に上昇することができず、うん、4月の過去最高値をね目指す展開だということですね。でコインテレグラフの寄稿者、まあだから64,800 でもこれも一応割れ込んでいるような状況にはなっておりますからね、まあ読んでおきましょう。でコインテレグラフの寄稿者であるマイケル・ファンデ・ポッペ氏は、短期的に強気のモメンタムを維持するためにはより高いレベルがね重要であるとしていると。で彼はチャートとともにね、ここではまだ、うん、潜在的な上昇ウェッジ構造があるとまとめたということでございますね。でビットコインが66,400ドルから66,800ドルを上抜ければ明らかに強気のブレーカーとなると。まあ6万7000ドル以上強いですよねやっぱりね。はい、で他にも古典的なサイクルトップのシグナルがね現れる前に、うん、価格上昇の余地があることを示唆する指標に注目が集まったと。でデータリソースルックイントゥビットコインの作成者である、フィリップスイフト氏は、いいですか、 SOPR を強調し現在の市場の状態を2021年初頭のね過熱した雰囲気と対比させたということで、 SOPR って何でしたかね、利益が出ている割合みたいな感じでございましたかね。なんかごめんなさい、なんかその1のラインよりも上か下かみたいな感じで、例えなんかそこで、こう指標があるみたいな、1よりも上か下かみたいな、利益が出ている方の割合だったかな、ちょっとごめんなさい間違えたらごめんなさいね。それを強調、まあ、したということですね。でオンチェーンのデイリー、PESスラッシュ、レベルはとても低いと。で、昨日もマイナスに近かったということですね。で、チャートの左側に表示されているような、過熱感のあるレベルには程遠いというふうにコメントした。だから、過熱感は出てないんですよね。そうなんですよ。だから、短期筋がわーっと、こう、わかります？群がってくるような感じではないんですよ。これが、ちょっとなんでなのか。だから、どこを起点にそれが始まるのかっていうのが、おそらく7万ドルっていうところが、やっぱり起点になってくるかなっていう感じはね、いたしますけれどもね。まあ、まだ過熱感が出ていないということでございます。で、これはちょっと前のニュースでもありましたもんね。短期勢の過熱感
感がちょっと弱いなっていうところがね、ありましたので、ここが、発射されてくれば年末に向けてバチコーンってくればね、価格もギュギュンって上がってくると思いますので、やっぱりこれはちょっと期待をね、していきたいところでございます。11月がちょっとね、どういう風な形になっていくのかになるんでございますけども、なんとか守っていくべきラインを守っていってほしいというふうにね、思っている次第でございます。で、いきましょうか。資金調達率もかなり横ばいで、そうなんですよね。おそらく意味のある上昇トレンドを再び始めるまでには、それほど時間がかからないだろうというふうには言ってます。だから、落ちてきてからここチャンス的にバチンって買いが入ってくれば、短期勢の過熱感がね、バーンと一気に跳ね上がってくる可能性がこれありますからね。そういった意味もあるのかなというふうに思っております。で、SOPR は、いいですか？特定の時間にコインが動いた時の価格を見るもので、ビットコインの価格サイクルの異なるセグメントで投資家の判断、行動をね、判断するのに役立つということですね。で、テスラ株の下落は、ビットコインの先行指標なんではないかというふうにね、記事で上がってきておりますよ。イーサリアムやソラナ、あとはポルカドットは、アルトコインをリードし、はい、他のトークンの平坦な価格推移の中で際立っていましたと。で、2.6% 増の、ドル建てイーサリアムは、記事執筆時点で4700ドルを超えて取引されており、うん、史上最高値と、ここごめんなさい、分水、なんとか、これ、ごめんなさい、漢字がちょっと弱いです。なんとかである、5000ドルの両方に再び迫っていると、だから、史上最高値 A に向かうかどうかの境目ということでございましょうか。うん、いうふうに言っていいんですかね。で、ごめんなさいね、ちょっと漢字が弱かったでございます。はい。で、伝統的な市場では、アメリカ市場のオープン時に、はい、テスラが、はい、3% 以上下落。これは、イーロン・マスクさんがテスラ株を売ったっていうのが、やっぱり一つ、ものすごく大きいところだったんでございましょうかね。先週と同様に、ビットコインからも同様の動きが見られたと。で、やや激しいツイッターのやり取りの中で、CEO のイーロン・マスク氏は、既存の株の売りをね、追加すると脅したということでございます。だから、ここがちょっとマイナス面でね、やっぱり捉えられているんじゃないかな、というふうに感じておりますから、まあ、ここは、まあ、一時の出来事でございましょうからね。うん。大筋の流れは、まあ、変わっていかないんじゃないかな、とは、今の中では私自身はね、思っておりますので、割れちゃいけないラインを割れ込むとね、ちょっと危ないかもなっていうふうには思いますけども、今はギリギリまだ全然耐えているような状況でございますので、まあ、落ち着いて見ていきましょうということでね、よろしくお願いいたします。はい。で、今日の最後、ちょっとこうね、気分を一新して、ちょっとエンタメ要素で見ていきましょうよ。いきます。いっちゃいます。はい。服役中のロシア人。うん。NFT 販売で、家族と、いいですか、受刑者仲間を支援しているというね、ちょっと面白いニュースが上がってきておりましたよ。いきまーす。はい。パベル、スカズキン氏は、毎朝、ロシアのね、国歌が流れる中、監視の命令で目を覚ますと。で、監視は1日に、1日に4度、彼をね、チェックしにやってくるということですね。で、現在彼が収監されている刑務所は大麻と薬物所持で捕まって、27歳の時に送られた、ルケイチほどには厳しくはないということですね。で、受刑者たちは、近所の町の職場に向かうためにね、警備された敷地の外に出ることを許可され、許されて、インターネットに接続したデバイスの使用も許可されていると。すごいですね。これね、すごいですよ。日本じゃありえないですよね、絶対的に。で、そのような自由な環境の中で、彼はね、盛況な NFT 市場のおかげで、ネットが使えるということでね、クリエイティビティを発揮する方法と目的意識、そして一月に140ドルの受刑者としての収入を補う追加の収入源を見つけたということですね。このニュースが上がってくることで、またさらにこの方のね、NFT が人気が出るんじゃないですか。で、現在31歳になったスカズキン氏は、いいですか、 iPad でシュールなデジタルアートを作成し、 NFT として販売をしていますと。で、活動に使うハンドルネーム、パパスウィードは、自らが犯した罪、家族のストーリー、そして4年間の服役を経た、内証を織り込んだものだということです。内証でいいんですかね。内証、まあ、うちなら反省ということでございましょうか。織り込んだもので、もうしたくないと、もうしないと、こういうことはしないと、やっぱり大事な家族の時間、4年間を犠牲にしてまで、やっぱりこんなことはもう無駄だとね、いうふうにやっぱり思ったんでございましょうね。で、自らの人生とロシアの刑事制度のあり方に対する考えを反映したものだと。で、同じような苦境に苦しむ人たちを助けるために、スカズキン氏は NFT の売り上げの3分の1をね、受刑者とその家族を支援する NPO ロシアビハインドバーズに寄付しているということですね。で、刑務所の中にいること、家族が出所してくるのを待つこと、どちらもそれどれほどね、大変か分かっていると。いや、この方も本当心が入れ替わってるんでしょうね。スカズキン氏は語り、助けになりたいと続ける。いや、これは多分ね、この方ね、もうね、手をつけることはないんじゃないですか。やっぱり依存症との戦いっていうのも多分あると思うんですけど、おそらく手はつけないんじゃないかなと。うん。で、売りさばく方に回ってたんでございますかね、この方。そうであるならば、より一層ですよね。だって、稼ぎたいから売りさばく。その手段を NFT という場で発見したわけですから、ね、もし使っていなくて、もし売りさばく方の方、売りさばくっていう言い方があれなんですけど、売っている方であればね、おそらくこれはもうね、改心するんじゃないかなと思います。ね、人を一人助けた NFT ってことです。やっぱりすごいですね。行きましょう。スカズキン氏の
ストーリーは NFT をめぐる、盛り上がりとね、投機の波が、時に人権、家庭内暴力の被害者支援、独立したジャーナリズムといった大義をサポートする新しい方法を提供する非常に劇的な例の一つだということでございます。おー、そうですね。やっぱり先ほど言ったようなことでございましょうか、私がね。で、収監されたアーティストということで上がっております。いきますよ。スカズキン氏が将来的に NFT となるスケッチを描き始めたのは、6年の懲役刑を宣告されて、2017年に最初に送られた、故郷のモスクワから300キロ以上離れたブリャンスクのルケーチでのことだったと。で、その頃収容されていた施設では、あらゆる電子コミュニケーションやデバイスは禁止されていたと。これ当たり前なんですけどね、これが。日本ではね。はい、行きましょう。で、服役し始めてから3年、スカズキン氏は、減刑の申し立てが認められる方法で、現在服役中のブリャンスクにある別の施設へと移動したということですね。で、そして即座に作品をデジタルアートへと転換し始めたというと、すごいですね、この方の行動力ね。で、刑務所にインスピレーションを受けた最初の NFT は、主要 NFT プラットフォームであるイーサリアムよりも手数料の低いブロックチェーン、テゾス上で展開をされる知名度の低い NFT マーケット、知名度がそこまでないところで出品をしているということで、ここのね、HICETNUNC、言いにくいですよね。で、そこそこの値段で売れたと、ここでね、そこそこの値段で売れたと。で、このようにして、スカズキン氏は、ロシアの NFT コミュニティの仲間入りをし、今年ロシアのね、オンラインメディア、メドゥザディンですか、支援のために NFT を販売したアーティストの一団、NFT バスターズ、NFT バスターズのテレグラムグループにも加わったということですね。で、当時、NFT トレーダーのイリア・オルロフ氏は、チャットの中で変わったね、アーティストのスカズキン氏に気づき、助けたいと考えて、いやー、この方が救世主になったということですね。で、ロシアで、最初に変える必要があるのは、刑務所だというふうに、オルロフ氏は、スカズキン氏との共同インタビューで語ったということですね。で、このような形で、自国民を苦しめている限り、何もいい方向には変わらないと。で、ロシアのルケーチでの拷問についての情報がね、表沙汰となった今、こそ、この問題について、人々の関心を集める必要があるというふうに語ったと、オルロフ氏はね、語ったということでございます。で、彼が言及していたのは、最近公となったロシアルケーチの一つで拷問される受刑者の残酷な動画のね、ことであると。これひどいですよね、こういった。まあ確かにね、犯罪を犯したっていうのは悪いことでございますけれども、それを罰するのは法であってね、人ではないっていうふうに私はね、思うんでございますよ。まあ確かに裁判官は人でございますけども、法のもとに裁いているわけであって、これがね、直接人間が裁きを下す、しかも暴力をする、これはね、ダメでしょ。ダメでしょというか、ダメですよね。絶対的にやってはいけないことかなというふうにやっぱり思いますからね。で、行きましょう、行きましょう。オルロフ氏は、スカズキン氏の NFT 作成に資金提供を行っていると。で、一月140ドルの受刑者としての収入では、イーサリアム上で NFT を作るためのネットワーク取引手数料、いわゆるガス代も賄えないということです。で、彼らは、スマートコントラクトをプログラミングして、NFT の売り上げを自動的に3分割。そして、33% は、パパ、スイードが、妻や子供の3人のために受け取り、33% はサポートするオルロフ氏に、そして 33% は、ロシアビハインドバーズに渡るようにしたということですね。で、オルロフ氏は、パパ、スイードは、いいですか、非常に有望だと考えていると。で、西欧ですか、の人々は、ロシアにおける痛みや苦悩に価値を見出し、尊敬さえしている。だから、ドストエフスキーもね、人気だというふうに、オルロフ氏は語ると。で、スカズキン氏とは、自由の身になったらアメリカのビザを申請して、ニューヨークで展示会をね、しようと話している。もうね、未来の話で胸がワクワクするでしょうね。この、今ね、収益、収監されている方、スカズキン氏ですか？この方も胸が躍るようだと思いますよ。でも、これがやっぱりね、人を救うってことなんだなと。その方にね、やっぱり今後の未来を見せていくっていうのが、やっぱり人がね、やっぱり構成する一番の近道っていうか、一番早いことなんだなって、ちょっと思いましたよね。私、この方の話を聞いてて、もう鳥肌が立つぐらいね、すごいことだよな、これ。NFT が一人の人間を、ある意味これ救ってるじゃんっていうふうにね、思いますよ。で、行きましょう、行きましょう。2年後に釈放されたら、72の NFT を作成する計画だと。だから、なんとか頑張って刑務所の中でね、やっぱり有名になるアーティストになってほしいですよね。刑務所の中で発するアーティスト、いわゆるデジタルアーティストとしてね、さらに有名になっていただければ、出てきた時に、展示会っていうんでございましょうか。これがもっとうまくいくでございましょうからね。で、行きましょう、行きましょう。NFT アーティスト向けの権
権威ある招待制プラットフォーム、うん、ファンデーションのページにスカズキン氏は記していると。で666は聖書によると、そうですよね、まあ、獣の数字と、まあ、縁起の悪い数字となっていますと。でスカズキン氏にとって66プラス6は単に素敵な数字に思えるそうだということですね。当初は、釈放までに666の NFT を完成させる計画だったが、2023年の釈放まででは、時間が足らないと気づいたと。そのため666から66プラス6にしたのだということですね。で大麻所持で逮捕ということで、まあスカズキン氏ね、こういった形でちょっと長いですけれども、うん、まあ一応読んでおきましょうかね。せっかくここまで来ていますので、行きましょう。はい、この方、うん、スカズキン氏は2017年あまり成功していない、あ、もともとウェブデザイナーだったんですね。ウェブデザイナーで、同じ年にロシア当局によって閉鎖された人気ダークネットマーケットプレイスランプ上の違法オンラインショップで働いていたと。で彼はある日タイマーを受け取り、小口でオンライン販売を行う売人にね、渡すために雇われたということでございます。あ、やっぱりこっち側だったんでございましょうかね。でスカズキン氏はそのタイマーを所持しているところを警察に捕まり、麻薬密売の罪で6年間の刑告、刑期をね宣告されたと。で検察側はいいですか、10年を求刑したが、3児の父であるスカズキン氏に言い渡されたのは懲役6年だと。で裁判に必要な書類の作成を助ける弁護士もいなかったが、減刑の訴えに成功したとスカズキン氏は語ったということでございますね。で、刑務所の図書館で勉強し法律を読み込んだとスカズキン氏は振り返ると。でハンドルネームについて尋ねると、いくつかの言葉を組み合わせたものだとスカズキン氏は説明をすると。パパというニックネームは3児の父になった後に彼の定番となったと。でスカズキン氏の犯した罪を指すウィーズでいいんですか、ウィード、はい、タイマは実は2種の意味を持っていると。ロシア語のスランク、コスヤックでいいんですかね、はタイマを表すとともに大きな失敗も表すのだということですね。でスカズキン氏は自身が犯した罪やね、刑務所での経験について隠し立てせずに、語ると。で刑務所に送られたのは間違いなく当然であったと彼は言うということですね。でしかし同時に判決は厳しすぎたとも感じていると。でファンデーションに発表した最初の NFT ホールオブシェイム、不名誉の伝道は裁判所で泣く子供と、裁判官を描いたもので、自らの裁判の記憶をね元にしているということですね。でおやつを盗んで罰せられている子供のような気持ちだったと。でできることは何もないのだということですね。で話すことは全て赤ちゃん言葉のように聞こえたということです。はい、でロシアの刑務所でね過ごした数年は厳しい経験であったが、うん、より良い人間へと変えてくれたとスカズキン氏は次のように語ったということですね。自分の頭をきちんと整理することができた。で多くのコンプレックスや無駄な考えを捨て去り、もうシンプルになったということですね。もっと自覚のある人間になったということですね。しかしその代償はね大きなものであったと。で彼が3年を過ごしたルケイチは、はい、ロシアでも最もね残酷な刑務所の一つとして受刑者が暴行や拷問を受けることで悪名高いと。でかなり屈辱的な学びの場だったとスカズキン氏は語るということでございますね。でダークネット教育ということでいきますよ。スカズキン氏が初期に暗号資産のコンセプトに慣れ親しむことができたのはダークネットで働いた経験のおかげだということですね。で2017年にはすでにビットコインを保有していたと彼は語ると。で刑務所では紙の新聞やね雑誌、受刑者が見ることを許されていたロシア 国営テレビで稀に言及された時、うん、あるいは面会に訪れる家族からしか暗号資産のニュースをね得ることはできなかったということですね。で2017年、ビットコインがね値上がりしていくのを見てイライラしていたと。そうですよね、刑務所にいたからだというふうに、語るスカズキン氏。で今年2月、うん、彼は雑誌ポピュラーミチェニックスでいいですか、を読んで有名なミームをモチーフにした NFT、このニャンキャットですかねが当時約59万ドル相当の300イーサで売れたことを知ったと。でこの NFT っていうのはなんだというふうに思ったらしいです。で暗号資産なら知っているし、ビットコインウォレットは持っていたが NFT には絵も関係するようだったとスカズキン氏は振り返ったということですよ。うん、でインターネットと接続できるようになったらすぐ自分でも NFT を作ることを決意したということですね。行動力早いですね。うん、で NPO のねトップ、うん、オルガ・ロマノバ氏は、同団体が暗号資産の寄付をね受け付け始めて5年になり、うん、現在、寄付全体の 30% がね暗号資産で寄せられていると語ったということですね。で公式ウェブサイトによれば、ロシアビハインドバーズではビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、リップルでの寄付をね受け付けていると。
で、しかし NFT はね、どう団体にとっても新しいものだということですね。で、自分がデジタルアートを理解しているとは言えないということです。で、問題を起こしたが、めげずに成長を続け、家族や他の受刑者たちをね、支えようと努力する人たちのことなら理解をしていますというふうに、ロマノバ氏は話すと。で、こんなことは頻繁に起こることではなくて、それだけでも関心やね、サポートに値をしますよということで、一人のね、人間がやっぱり NFT を通じていろんなことのね、意識が変わってきているんじゃないかなというふうに感じておりますので、これはいいニュースで、まあ、犯した罪はね、悪いことでございますけれども、結果この方の人生をとしては、その刑務所に入るっていうことが多分なければ、ここに関わってることも絶対ないんですよ。だからやっぱり人間っていうのはね、絶対的に何かしら起こることに対しては、人生のそれは必然性だと私は実際問題思ってるんです。だから、このね、まあ話はちょっと変わりますけども、皆様がビットマン TV というこのチャンネルに出会ったことも、やっぱり皆様の人生にとっては何かね、大きな意味があってることなんじゃないかなと思いますし、私が YouTube を作ったというのも、 YouTube の配信を始めたというのも、やっぱり私自身の人生においては何かしらものすごく意味が大きくあるものなんだろうなって、これは今は分かんないと思います。やっぱりこれが何十年って経った時に多分ね、分かると思うんですよ。皆様側であればビットマン TV とかね、と出会ってくれたこと、あとは仮想通貨業界に関わったことが人生においてものすごく重要なことだったんだなっていうのが、やっぱり何年かした後によりよく分かってくると思いますのでね、起こることに対してはやっぱり必然性が伴ってくるんじゃないかなと、人生におけるですよ。これは私自身が思っているところでございます。はい、それでは本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう、本日のチャート分析、パパプーパパプーパパプー、パワーお願いいたします、お願いいたします。まずはお一つ目行っちゃいましょう。はい、まずはこちらでございますね、行きます。ビットコインをまず見ていきましょう。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 62,242 ドル付近をね、推移しております。日本円で言うと、705万円とかそこら辺でございましょうか。710万円とか、ちょっとごめんなさいね、日本円のメモをしておりませんでした。そこら辺でございます。はい、で、今ね、これ見ていただいているのが月足なんですけど、いいですか。これは前も言いましたけども、必ず守るべきラインがあります。月足で言うところのどこか、いきますよ。これ前の部分を見てください。はい、このフェーズです、このフェーズ。はい、ここを見ていただいたら分かるように、陽線バチンバチンってね、もうね、上昇相場がガンガンと月足レベルで続いていたわけでございますよね。もう何ヶ月連続よという形でございますよ。 1,2,3,4,5,6 半年連続でずーっとね、月足レベル陽線つけてたんですよ。で、ここ見てください。はい、ピンバーつき作ってますよね。いわゆるここが相場の転換点だったわけです。 OK ですか。これ月足レベルですよ。ってことは、同型パターンで行くんであれば、やっぱり当然わかりますよね、皆様。ここ先月の最高値、実践での高値、61,000ドル、61,100ドル、ここをとにかく11月守り抜いてくれてくと、ここより上で推移をしてくれればギリギリなんとか持ちこたえて、相場感が変わって12月の年末相場に入っていって、価格の上げには期待が持てるんじゃないかなと思います。 OK ですか。これが一応私が思うところ、もう端的でございますけどもね、同型パターン出現が今は一番怖いので、とにかく今月の終了時点で61,100ドルっていうのを割れ込んでいるような状況で終了してしまうと、同型パターン出現で12月はずーっとね、落ち込んでいく、月に、なる可能性がちょっとありますのでね、そういった意味でも OK です。一応防衛ラインとしたら、今月の防衛ラインは61,000ドルなんです。一旦割れ込んでもいいので、11月61,000ドルの決着をね、していってほしいというところでございます。 OK でございます。そこがまずは11月の決着場所、意識するべき場所ということでございます。で、次見ていきましょう。はい、4時間足レベルなんでございますけれども、 OK ですか。こちら、上昇チャンネル内をね、推移していたわけでございます。上昇チャンネル内を推移していたわけでございますけれども、見ていただいたら分かるように、日足レベルでね、上昇チャンネルをもうね、すでに割れ込んでいるような状況になっております。ちょっと動かしまくってますけど、ごめんなさいね。上昇チャンネルを割れ込んでいるので、ちょっとこれね、最悪パターンとしたら、今から、この、わかります？日足レベルの雲の上端地、強気雲の上にまだいますから OK です。雲の上端地が58,000ドルなんですよ。そして、さらにもう一個いいですか？もう一個行くと、ここね、前々から皆様に見ていただいておりますけれども、ここですよね。50日 MA っていうのがものすごく重要で、この50日 MA っていうのは、この大相場がね、開始された時の見てください。はい、この黄色いラインです。サポートラインとしてめちゃくちゃ機能しているところだったんでございますね。わかりますよね。はい。サポートで機能しまくっていて、ここを起点にぐんぐん上がっていったという状況。ですから、今、そのね、黄色い、中期の移動平均線、50MA が日足レベルですよ。ちょうど金額でいくと58,800ドルぐらいまでいますので、そこでね、やっぱり支えてね、58,000ドル付近での防衛っていうのはね、してくれるんじゃないかなと思いますので、下がってきたとしても。ですから、今から4,000ドル幅落ちっていうのは、ちょっと、調整として、想定をしておくべきということはね、頭の奥底にパチリとね、収納しておいてください。よろしくお願いします。で、今、なんとか耐え切っているのは、4時間足レベルでこれですよね、もう一目瞭然だと思いますけれども、この長期の移動平均線がなんとかね、支えとして機能しておりますので、ここを割り込んでしまうと、足をつけてしまうと、6万ドルぐらいまでの下落がある可能性があるんです。
でも6万ドルっていうのも一旦前のフェーズで思い出してください。結構ここ固くね、機能はしておりましたもんね。やっぱり守られるべきラインとしてかなり守られておりましたので、6万ドルでの反発はやっぱりあると思いますから、ここオッケーですね。今から落ちてくるならば6万ドル、6万ドル割り込むと5万8000までずるっていきますので、ただ5万8000ドルは結構最終防衛ラインとして機能はしてくるんじゃないかなというふうに思いますので、ある程度一旦のね、下落、というところには、ちょっと意識をね、傾けておきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。ちょっとサクサクいきますね。すいません、すいません。はい、行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします。お願いいたします。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が4400ドル、日本円で言うと50万円、おそらく割れているような状況になっているんじゃないかなというふうに思っております。で、この通貨に関しては冷やしレベルで見ていきたいんでございますけども、まずはですね、まだね強気雲の上にいますから OK なんですけれども、いいですか、落ちを想定するならば、このね、サポートからのレジスタンス転換線でございます。この一番上の右上がりのラインというのは、このラインをやっぱり明確に割れ込んでしまったので、ズル落ちをしておりますよね。ズル落ちをしております。で、ちょっとごめんなさい、4時間足で見ていきたいんですけど、今ね支えがギリギリ反発ポイントとしてかかっているのは、この4時間足レベルの長期の移動平均線がギリギリサポートとして反発ラインになっておりますから、このラインをとにかく下割れしてしまう。でも今はねあまり様子が良くないので、4時間足レベル、つまりあと2時間後にやっぱりこのラインをね、右上がりのこの何べんも言いますけどサポレジ転換線を上に越えてこないと、ここでねヒゲを確定してしまうと、4時間のこの長期の移動平均線との攻防になることは間違いないでしょう。でここを割り込むと一旦の下落4000、いいですか、4080ドル付近までの下落がね想定できますので、今からどうでしょう、300ドル幅ぐらいで下落してくる可能性がありますので、ここは注意をしておきましょう。よろしくお願いします。でもその金額でのロングインはね、反発狙いのロングインはまあある意味 OK でございましょうから、そこまで差し掛かってきた時にまあサポートとしてね機能しているな、ビットコインもそうですよ、6万1000ドルそして6万ドル付近でサポートとして機能しているなというふうに思ったら、短期系でね、もしくは中期レベルで、12月まあ年末にかけての最後のもしかしたら仕込み場になる可能性もありますからね。そうなんですよ、今の下落はもしかしたら年末相場に向けた最後の仕込み間になる可能性もこれはまだ残されておりますので、全然ねそこに対する期待感を持って、短期系の方であってもね、今ビットコインであったら今言った使用金額6万1000ドル、そして6万ドル、そして5万8000ドルというところで分割エントリーしていくのはあり、でイーサリアムに関しても4080ドル付近でのロングインはありということで意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次いきます。今はちょっと弱いのでね、なんとか耐え切ってまた反転をしてきてほしいということでございますね。よろしくお願いいたしますよ。次いきまーす。次はこちら、ポチッとね、いきます。いっちゃいます。ビッツコイン、間違えました。はい、皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。お願いいたします。お願いいたします。いきます。いっちゃいます。はい。今ですね、はい。イーサリアム、ごめんなさい。リップルに関してなんでございますけれども、1.14 ドル付近をね、推移しているような状況。で、これに関してはね、もう今後を見越していくならば、リップル、はい。買いのね、チャンスネイチまで落ちてきてくれてほしいなという感じがしております。ここからね、下げてきてからの、もう全然いいんですよ。長期保有目的で、リップルを持っている方っていうのは多分多いと思いますから、これは全然申し分ない。で、今、三角、持ち合うね、の、レジスタンスライン、もともと聞いていたサポートレジスタンスラインを、レジスタンスライン聞いていて、抜けてからのサポートになっていましたけれども、これを下に割れてしまいました。4時間足レベルでね。ですから今三角持ち合いの下端値、この右上がりの黒いラインですよね。これがサポートとして一応ね機能はしているなという状況になっております。このラインでございますよ。 OK ですか。でここを割れ込んでしまいますと実はねこれ、わかりますよね。三尊形成をしているんですよ。ですからまあ、ネックラインがまあある、まあそうですね、ネックラインがある意味こうヒゲまでこうですよね、こういう形でございますから、まあ、ちょっと引いてみましょうか。今だけ引いておきましょう。ネックラインがこれ割れ込んでいるっちゃ割れ込んでいる。あ、そうですね。ネックラインも割れ込んでからの下落でございますから、ちょっと三角、三尊形成、その三尊が、まあ、成立したような状況で判断していってもいいのかなと。だから、ここね、ちょっとずるずると今から落ちてくる可能性がやっぱりありますので、ちょっと静観がいいかもしれません。はい。これもし、サポートを割れ込んでしまったら、また 1.026 ドルぐらいまでの下落がありますので、ちょっとね、剣フェーズに入ってくるかなということ。だから、相場感がちょっと変わっていかないとなかなか難しいでしょうし、そうなるためには、やっぱりね、こう、ビットコインの気象が良くならないとなかなか難しいところかなと思いますので、やっぱり三尊っていうところを意識するんであれば、ここがね、三尊のネックになってますから、右上がり。ですから、このラインを上に突破してきてから、ロングインをしていくのがいいんじゃないかな。特に短期系はね、長期保有目的の方であれば、まあ、落ち待ちをしていってもいいんですけど、今ぐらいから、打診ぐらいで、まあ、入れていって、落ちてきたら分割っていう形で入れていくのがいいんじゃないかな、というふうに思っておりますので、ここはね、よろしくお願いいたします。ちょっとね、三尊成立してしまっているので、ネックライン上に戻ってきてから、短期並びに FX 勢はロングインしていけば、またこれ上をね、目指していけるような形になりますので、ここはお願いいたします。はい、次行きましょう。
ましょう。次は下に落としていきますよ。はい、いきます。柄を見ていきましょうかね。柄でございます。柄。はい、いました。いきます。柄なんでございますけれども、ただいまの価格が 0.13 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、この通貨に関してなんでこんなに強いのか、これはわかりますよね。はい、ニュースをチェックしている方であればね、コインベースへの上場がありました。柄に関しては、コインベースの上場があって、もうビットコインのこの下げにね、全然ね、これ、わかりますよね。相関性を持っていない。もう一人だけも単独レベルで上げていっている感じがね、いたします。で、今、ものすごく重要なラインをね、突破しているんですよ。レジスタンスとして、引くだろうラインをね、ちゃんと明確に実践として上にブレイクしておりますので、こっからの上げにはね、期待をしていきたいところなんでございますけれども、どうでございましょうか。ビットコインが大幅下落を起こすと、やっぱり上場のね、この、上げの要因のこの上場ニュースが、薄れていて、ずるっとやっぱり落ちてくる可能性もありますから、そこには注意をしておきましょう。そこには注意をね、しておきましょう。で、前言ってましたよね。この柄に関しては、この付近で言ってたと思うんですよ。うん。この柄ってもう、ちょっと底打ち感もあるよね、と。買い集めのフェーズ入ってるんじゃないのかというふうに言っていたら、ぐーっとね、力強くディセンディングトライアングルを形成していってまして、ここを成立させました。で、そこから三角持ち合いフェーズに入っていったんですけど、三角持ち合いも上にね、抜けたんですけど、抜けようとして、下に割れたんですね、ごめんなさい。で、もちもちっていうのが続いていってからの、今回のね、運よくコインベース上場があったので、この 0.08 ドルぐらいで仕込めていた方がいるんであれば、これは当然ナイストレードだと思います。ナイストレードだとね、思いますので、これは本当に良かった、良かったと。ディセンディングトライアングルのところで購入しておいてもいいかもね、というふうに言っていた方、言っていた時に購入した方がいるんであればね、これは最高の展開なんじゃないかなというふうに思っておりますので、ある意味ね、このビットコインの基調があまり今よろしくないので、利確っていうものを考えておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。で、上昇どこまで上がってくるんだっていう話でございますけれども、一応直近でのフィボナッチエクステンションちょっと加味していくと、こうですよね。お、1.618 も抜けてますからね。これはなかなか強さが出てきているなということですね。日足レベルで一応確認はしておきましょうかね。週足、まあ、上場直後。まあ、一旦はね、史上最高値、今、まあ、狙っておりますので、まあ、狙っていくかなという感じでございますけれども、どこぐらいまで上がっていくかなということなんですよね。史上最高値を抜けていった後。まあ、まずは 0.1477 ドルっていうのは、利確ポイントの一つとしては当然、利確ポイントの一つとしては当然抑えておかないといけないところなので、ここはね、抑えておくべきでしょうと。ちょっとこれね、目標価格がなかなか分かりにくいのでね、ちょっとまたもう一段上がってきて、史上最高値を超えていった時にどういった動きになるかでちょっと判断をしていくのがベストかなと思いますので、史上最高値、今ぐらいから利確は意識しておいてもいいかもしれませんということで、よろしくお願いいたします。ちょっとね、抜けていった後の目標価格がなかなか見えづらいので、あまり推しを作ってないのでね、そこは、まあ、期待感を込めつつも、ちょっと注意しながらね、行きましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。まあ、うまく朝食上がってきているので、ここは申し分ないでしょう。で、次行きます。最後ですね。行きます。はい。最後は、アクシーインフィニティをね、見ていきたいと思います。アクシーインフィニティですね。で、この通貨に関しては、OK ですか？こういった形で、安値はずっと切り上げていっております。で、高値をね、まあ、広い時間軸で行くと、上昇チャンネル、高値も、ある一定間隔で上がっていっているので、まあ、上昇チャンネルをね、意識できるんじゃないかなという感じはいたしますけども、まあ、ちょっと上昇ウェッジ気味ですけどね。まあそれがまずあるでしょうと。 OK です。で、まあ上昇チャンネルであればね、ある程度このサポートは効いてくるかなと。上昇ウェッジだったらやっぱり下割れを起こす危険性があるので、それは怖いところでございますね。で、日足レベルで見ると今中期の移動平均線がぐーっと上がってきてるので、これをサポートとしてね、なんとか、で、この分かりますよね、安値をずっと切り上げていますので、そのラインとこの中期の移動平均線、50日ですよね。これ50日 MA ですから、50日の移動平均線がちょうどかぶりそうになってますので、ある程度硬さも出てくるんじゃないかなと。で、20日 MA だったらどうなるかな。20、ちょっとそこも見ていきたいなというふうに思いますけども、いつも20でしておりますからね。ちょっと50のまんまだったですね。ごめんなさいね。20で見ていきましょう。はい。20だったらちょっと下割れを起こしているような状況ですからね。ちょっと弱い感じ。で、もしいいですか？これ、このね、サポートラインを下に割れ込んでしまったら、ここまで落ちてきます。ここですよ。120ドル付近まで下落をしてくる可能性がね、大いにありますので、ここはやっぱり注意をね、しておくべき。ですから、今、50日 MA がギリギリ、このね、右上がりの安値、を切り上げていっているライン上グラムでぐーっと差し掛かっておりますから、このラインをとにかく割れ込んでしまうと、120ドルぐらいまでの落ちはね、当然想定をしておくべきでしょうということで、ここはよろしくお願いいたします。それぐらいでしょうかね、言うことはね。あとは、反発ポイントの一つでもありますから、OK ですか？上昇チャンネル内でございますからね。反発ポイントの一つでもありますから、ある程度反発を期待して、現物であれば玉をちょっと追加してね、仕込んでいってもいいんじゃないかなという感じがします。ビットコインがなんとか耐え切ってくれれば、アクシーインフィニティに関しても耐え切って反発してくる可能性があります。でも割れ込んでしまったらね、120ドルぐらいまで落ちてきますから、そこでもまた分割で入れてみるっていう形がね、いいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはよろしくお願いします。で、短期的に FX 関係で入っていきたいなというふうに思っている方がいるんであれば、これはなかなか難しいところですけど、4時間足レベルの雲がね、上にあるんですよ。ちょうど覆いかぶさっていますので、この雲を上
上にブレイクしていった後に入っていくのがベストだと思います。 OK です。アクシーインフィニティですから、ドルベースでいくとも150ドル以上つけてきたら力強さが出てきて高値を結んだライン、つまり170ドルぐらいまでの上げがね期待できますので、ここはね、よく要チェックで、見ていくのがベストということでよろしくお願いいたします。高値を結んだライン、ここですよ。直近でいう高値を結んだラインを突破してきてもなかなか雲が重いので難しいので、雲を突破してきた150ドル付近でね勝負をかけていくのがベストでしょうということでよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。そしてチャンネル登録者様がなんといきますよ、なんと9958名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。もしかしたら昨日の第2部の配信が変わっていないですか、ちょっと増えましたかね、いう形にはなっているかなというふうに思っておりますけども、なんとかね、もう今月中にはね、やっぱり1万名様という大台を突破していきたいなというふうに思っておりますので、これね、皆様の高評価であるとかバッドボタンでも全然構いません。あとはコメント等ですね、ここもお待ちしておりますし、あとは私ツイッターもやっております。ビットマン TV というツイッターもやっておりますので、ここでね、もしよろしければリツイートの方並びにいいねボタンね、動画のいいねボタン並びにリツイートの方ねしていただければ、私大変嬉しいございますので、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。第2部の配信は今日のね、また夜の11時から12時ぐらいの間に、配信をねきちんとさせていただきたいと思っておりますので、それまで楽しみにお待ちください。